皆様イライラしてないですか？なんか自己嫌悪に陥っちゃうこともある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、性格の問題ではなくて食べてるものが原因かもしれないですね。血糖値の安定をねするだけでそのイライラ治っちゃうかもしれません。今日はそんな話をしていきます。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひろみです。イライラしちゃうことありますか？なんか自己嫌悪に陥ったりすることあるかなと思うんですけれども、自分が性格がどうのこうのとかじゃなくてですね、食べてるものが原因かもしれないですね。その原因ですね、何なのか、そんなお話を今日はしていこうと思います。このイライラしちゃうのってダイエットの大敵と言われております。なのでやっぱりメンタルを整えることによって、まあ、全てがうまくいきますよね。イライラすることでもちろんダイエットの大敵だったりもするし、まあ、家族もね嫌な思いするし、いいことないですよね。メンタルを安定させる朝の一つ口がありますということで、寝起きに1個食べるだけおすすめ食材5選ということでね、やっていきたいと思います。動画のね後半ではですね、私が実際に食べている朝ごはんだったり、これを食べているとメンタル安定したよみたいなお話もしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こちらのべっぴん菌チャンネルでは麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹はですね、日本の国菌である麹菌をですね、穀類に塗布してですね、育てて培養してですね、それが結果麹になるという感じになります。でこの麹をですね、使ったね調味料を使って、麹作って調味料を作って、そしてお料理に使うことね、ちょっとハードル高そうに感じるかもしれないですけど、私はもうお料理がめちゃくちゃ苦手でですね、むしろ嫌い領域の私がですね、麹を作って調味料を作ることができますと、むしろそれがないと簡単にご飯が作れないから、ないと困るっていう感じでですね、麹作りはですね、とても私の大切なライフスタイルの一部になっております。お料理好きな人もね満足できるお味になりますので、美味しくて簡単なね麹たちに皆さん出会っていただけたらなと思って、こちらのべっぴん菌チャンネルはねやらせていただいております。ぜひこの麹たちの魅力ね、ぜひいっぱい知ってもらうためにはチャンネル登録、グッドボタンお願いできればと思います。そしてこちらね LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったら LINE 公式もお友達になってください。概要欄にありますので、ぜひお友達になってね。まず血糖値とダイエットの関係性ね、ダイエットに血糖値と思う方も多いかもしれないですけれども、めちゃくちゃ大事な血糖値でございます。血糖値がね急激に上がるというのはね、どういう状態かと言いますと、膵臓からですねインスリンという物質が出てきてですね、血糖値を下げようとします。でインスリンがですね分泌されるとですね、そのブドウ糖はですね肝臓とか筋肉などにですね蓄積される状態になるんですけれども、それでも余ってしまったブドウ糖というのはですね、中性脂肪に変えられてしまいます。なので中性脂肪が増えるとですね、肥満になっていくっていうところがあるので、血糖値をね上げすぎないことが大事です。そしてこのねべっぴん菌を見てべっぴん体質を手に入れたい方にとってのね最適なものがあります。それがですね、糖化ですね。糖化は体の焦げという形になっていまして、体内でタンパク質とですね糖が結びつくことでですね、タンパク質が変性して劣化することで起こる現象になります。タンパク質がですね変性劣化することでですね、老廃物質をですね生成いたします。まあ、このね物質はですね体を老化させます。シミ、シワ、たるみの原因になる、骨粗しょう症とかですね、ドライアイ、生活習慣病の原因にもなります。甘いものを食べるとですね、まあ、一時的に脳の働きが良くなる感じってちょっとありますよね。でこれを血糖値が急激に上がった時にですね起きてしまいます。で急激に上がったものは急激に下がるっていうね状態になるんですね。でこの低血糖化ね、ちょっとフラフラしたりとかするような状態になっちゃいます。でそうするとやばいってなってね、今度はね体がね血糖値を上げるためのホルモンっていうのをね出してきます。大量のホルモンをですね、受けた時にですね自律神経がねちょっとね大丈夫かしらってなります。で自律神経のねバランスが乱れることによって、動悸とか発汗とか、あとは頭症状とかね、不安感とか焦りとかイライラみたいなのが出てきてしまいます。で血糖値の乱れによってですね、消費されるインスリン以外の多くのホルモンはですね副腎から分泌されております。で血糖値のね乱高下を繰り返すとですね、副腎が酷使されていきます。副腎が疲労してるとストレスがねかかってたりとか、血糖値が乱高下していることが原因だったりとかっていうところもあるかもしれないんですけれども、そういったところになってきます。寝ててですね起きてね、もうすごい体ね何も入ってない状態になってますので、まあ、血糖値は絶対的に上がりやすい状態になっておりますので、何を一口目に入れるかっていうのはすごい大事になってきます。そしてですね副腎疲労が続
続いた状態だとストレスにですね対応できなくなってですね、病気の治りが遅くなったり、アレルギーがですね症状が出やすくなるなんてこともあります。ということで今日はですね、朝1個食べるとねダイエットもメンタルも安定も叶うよっていうところのお話をしていきたいと思います。そして何より手軽な神食材についてもお話をしていきますので、ぜひズボラオーガニックでですね別品体操手に入れていただければと思います。まあ寝起き起きてですね、まあ白湯飲んでいただいた方がいいかなと思いますので、歯磨きしていただいて白湯を飲む、そしてちょっとね落ち着いたところで一番のおすすめはですね、注ぐだけ麹スープですね。読んで文字のごとくお湯を注ぐだけでスープになっていくっていう形になりますので、ビタミンとかですね、お塩もね天然塩を使っていただくとミネラルとしっかり取ることができますし、食物繊維もしっかり取ることができて、スープはですね海藻を取ることができます。はい、海藻類はですねめちゃくちゃ血糖値を上げない素晴らしい食材になっております。しかもそれをスープで取ることによって温かい状態でね召し上がっていただくことができるので最強スープでございます。こちらの注ぐだけ簡単スープはですね、朝食と注ぐだけスープをですねやらせていただいているので、こちらの動画ぜひ見ていただけたらと思います。2つ目の食材は納豆になります。納豆ねタンパク質になりますので、そして発酵食品という状態になりますので、まず食べていただくとですね血糖値上がりづらいというところもあります。ぜひ納豆を食べるときはですね、納豆についてるタレとかからしはですねさよならしていただいてですね、納豆専用醤油麹というのもありますけれども、醤油麹とか塩麹ぜひ入れていただいてですね召し上がっていただくといいんじゃないかなと思います。タンパク質はですね朝も夜も摂っていただくのおすすめで、夜納豆もおすすめしてるんですけれども、朝納豆もおすすめですので、まあ、何もなくてもねとりあえず納豆買っとけばねちょっと安心ですよねっていうところがあるかなと思いますので、ぜひぜひ納豆やってみてください。メンタルを安定させる食材3つ目はですねバナナになります。糖質なのでねちょっともしかするとですね血糖値ちょっと上がりやすいかなっていうところもあるんですけど、ヨーグルトとかにですね入れていただいて黒麹の甘酒とかでねやっていただくといいかなと思います。バナナはね本当に栄養豊富な食材になります。食物繊維も入ってるし、オリゴ糖も入ってるし、マグネシウムも入っている、便秘解消にもね効果的っていうところがありますので、ぜひぜひ召し上がっていただくとより良いかなと思います。そしてバナナにはトリプトファンも含まれております。トリプトファンというのはですねタンパク質にも多く含まれているので、お肉とかでも取れるんですけれども、こちらでですねセロトニンの材料になるのがトリプトファンになります。このセロトニンはですね安定的な幸せを感じさせてくれるホルモンなんですけれども、夜にはですねこのセロトニンがメラトニンにですね変わります。こちらになるとですね睡眠ホルモンになるんですね。よくね昼間に幸せを感じて夜しっかり寝るというですね、本当にこれがとても大事な流れなんだなっていうのをね感じませんか。はい、4つ目ですね、麦塩麹のですねおにぎりになります。麹スープを飲んでいただいてからぜひ麦塩麹を召し上がっていただくといいかなと思うんですけれども、麦塩麹にですねさらにねタンパク質であるですね鮭とかを入れていただいたりとかするとね、タンパク質が入っててとかっていうところにもなってきます。お子さんねなんかね食べてから学校行ってほしいっていう方とかはねおにぎりはやっぱりおすすめかなと思います。そしてですね麦塩麹入りのご飯はですね食物繊維が結構たっぷり入っているっていうところがあるので、まあ、普通のご飯よりは全然いいよっていうところになります。糖質ってめちゃくちゃ大事な栄養素になりますので、しっかり摂ることもね大事になってきます。たくさん摂りすぎるのは良くないんですけど、適量摂るのは大事っていうところがありますので、糖質もしっかり摂っていただくといいかなと思います。ということで麦塩麹のおにぎりの作り方はこちらになりますので、よかったら皆さんね、もう麦塩ご飯めちゃくちゃ美味しいし、おにぎりほんと最強なのでぜひ作ってみてください。そしてメンタル安定させる食材5つ目はですね豆乳になります。まあスムージーとかにしていただいて豆乳もいいですし、私は豆乳ヨーグルトもおすすめかなと思います。大豆イソフラボンだったりとか女性にはねいい材料になるかなと思います。こちらもですね無調整の豆乳を選んでいただくと安心かなと思いますので、ぜひそういったものを選んでいただければと思います。豆乳にはですねすごくいろんないい効果があると言われてます。更年期のね不調の軽減だったり予防だったりとか、骨粗鬆症の予防、そして美肌作用などが言われています。何の豆乳を選ぶかも大事ですし、あとは豆乳の量ですね。はい、大豆製品は女性はね大豆がいい大豆がいいって言ってね大豆ばっかり取っちゃう傾向にありますので、取りすぎない量はめちゃくちゃ大事ですので、ぜひそこだけ気をつけていただくといいかなと思います。ということで今日はですね寝起きに1個食べるだけということでですね、メンタルを安定させる食材5000円についてお話しさせていただきました。ちなみに今日の私の朝ごはんですね、牡蠣と春菊のスープとご飯
でした。ご飯はですね、卵かけご飯にいたしまして、そして醤油麹とあと甘乳を加えてですね食べました。ご飯もですね、そういう風に何かにこう絡ませてる方が血糖値は上がりづらいっていうところがあります。ぜひご飯食べていきましょうということで、毎週水曜日朝6時20分からですねライブをやらせていただいております。見てない方はぜひよかったらライブで見ていただけたらなと思うんですけれども、今までねお話をこういう風にしてるだけだったんですけれども、これからですね20分間みんなで一緒に何かを作ろうということでですねやっていく予定になってますので、ぜひよかったらご参加いただいてですね、まあ、その時々作るものは変えていこうかなと思ってます。だし麹2を作ったりとか、本当に基本の塩麹だったりとか醤油麹だったりとか、あまりね大変じゃないやつをやっていこうかなと思います。でなんか仕込もうと思ってたのに仕込めなかったっていう方とかもねいらっしゃるかなと思いますので、まあ、そういう時間がねあるとですね、前の日からちょっと用意して一緒に仕込んどこうかなみたいな感じですね、一緒にその時間に仕込むというのはねやっていただけたら嬉しいなと思ってますので、そこのパーでね質問していただいてもいいですし、まあ、いかに簡単なのかっていうのがですね見ていただけるんじゃないかなと思っておりまして、ライブで作るをですねやっていきたいと思ってますので、ぜひ皆さんやりましょうということですね、よろしくお願いします。でこちらのべっぴんきんチャンネルではですねいろんな動画出てますので、ぜひいろいろ見ていただきたいなと思うんですけれども、 LINE 公式お友達になっていただきますと今日から使える麹レシピ10選をプレゼントさせていただいております。こちらですねいろいろあるレシピをですねギュッとまとめてお届けいたしますので、使い勝手もいいかなと思いますし、ね、作るのもね簡単かなと思いますので、ぜひ皆さんゲットしていただいて、ぜひ見てみていただけたらと思います。もっともっと麹と仲良くなりたい方はぜひぜひですねチャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。そして黒麹と麹と仲良くなるリトリート3月9日10日にやりますので、ぜひ皆さんよかったら一緒に遊びに来ていただければと思います。概要欄の方にですね申し込み貼っておきますので、もういっぱいになっちゃってるかもしれないんですけど、ぜひねご縁のある方は一緒にですね素敵な時間を一緒に共に過ごせたら嬉しいなと思っております。いろんなねご質問もですねその時にね、お話を伺えたらいいなと思っておりますので、ぜひ遊びにいらしてくださいということでですね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、皆様ね素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。発酵あんこの動画に質問が来てます。はい、発酵あんこを作ったのですが麹の味が口に合わずそそらなかったので泣く泣く全部捨てちゃいました、うん、悲しい ね麹は自分の口に合ったものを探さないとダメですね。そうですね、やっぱり麹と一言で言っても本当に全然味が違うので、そこがねでも選び方難しいかなと思うんですけど、ぜひ麹スタイルの麹で作っていただくとめちゃくちゃ美味しい発酵あんこができるかなと思うので、ぜひ、はい、やってみていただけたらと思います。